それ私も考えました。やべえ、いやいや、あ、やばい、俺3問目やるとき絶対もう暇と同じレベルはやばい。俺これ考えた、うわ恥ずかしい。前回までの動画を見てくださった方はわかると思いますが、牧田ひまるはレシピのリクエストをなぜか無視し、うどんをアレンジというよりも麺類をミックスさせた新料理を作り出すのに夢中なのであった。ということだからね、今日こそはリクエストの通り簡単に作れるあっさりしたうどん料理を作ってくださいよ。任せて、うどんどんさん。ペンネーム、うん、うどんどんさんだからね、相当うどんにはこだわりがあると思いますよ。なんなのよ、れんこ。れんこ、れんこはさ、うどんのこと好きって言ってるけど、私気づいてた。本当は冷やし中華先輩のことずっと見てたって。何こ、茶番すんの急に。れんこ知ってるのよ。いや、レイコ、レイコするわよ。レイコ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 。ひまみ、違う。来たよ、みんな来たよ。そんなことない。すごい入ってるね。私はうどんが好き。だったら今、うどんと冷やし中華どっちか選べって言われたらどうするの。恋はいつだって選ばないといけないの。はい、皆さんもこんな時ってありませんか。ねえよ。え、ねえ、え、あるよ。まあ恋はさ、選ばないといけないんだろうけど、まあ、うどんか冷やし中華どっちか選べ、いや選ばなくてもいけるんです。というわけで、うどんで冷やし中華を作ってみます。いや、これじゃいけない、一緒じゃないですか。それではやるんかい。こちら材料です。じゃん。まずは調味料を耐熱容器に入れて電子レンジで1分温めます。はい、ちゃんと入れてね、最後までね。まだ入れるよ。入りましたね。まだまだ入れますよ。もう一個入れるよ。そして今度こそ、もうちょっと。結構入れるのね。これは大事なところですからね。味、はい、ラップです。ラップ。さあ1分温めますよ。さあ次に冷凍うどんを商品の説明通りに茹でて、麺を水で締めてください。商品の説明通りに茹でてね、うん、まあ、だってそれが一番美味しくできるよって、こう、まあ、企業努力ですから。袋の後ろに書いてあるのかな。まあでも我流でもいいですよ、好きにやってくださいね。はい、はい、はい、うん、俺はもっと柔らかめがいいって言ったら、もっといっぱいやればいいし。じゃあ俺バリ方にしようかな。バリ、あの、凍ってますよ、冷凍うどんだと。冷凍うどんだよね。いいんですか、それただの冷凍うどんだ。そうですね、よく考えたら。はい、うん、はい、まだ茹でますよ。はい、うん、マキタは普通に茹でます。いやいや、うん、はい、そしたらもういい感じですね。あ、踊ってますね。ぐちぐちしてますね。踊ってますよ。じゃあ水で締めますよ。まだかな。結構茹でます。あ、もうできちゃった、できちゃった、できちゃった、できちゃった。さらにですね、あの、うどんときゅうりとトマトと卵とツナを乗せて、こう温めた調味料とごまをかけて、はい、完成してました。かけるシーンないんすか。完成しました。かけるシーンないんだ。はい、というわけでついにできました、あっさりしてて簡単なうどん料理。見た目のそのまんま冷やし中華の味でございます。さっぱりしてて美味しいですよ、うん、これからね、こう暖かくなって夏なんかにもいいんじゃないですかね、皆さん。あなたなんすか、麺類ミックスさせないと死ぬんですか。そうかもしれない。死ぬんかい。ちょっと、いやだから、まあ、ほらね、うどん食べたいけど、でもなんか冷やし中華も食べたいし、あ、どうしよう、ラーメンの麺がないってなった時にも、こういうことをすればできるでしょ。うどんはね、世界平和ですよ、わかります。まあ確かにたくさんレシピもできましたし、結果オーライですかね、これ。あ、暇食堂的にはね、またレシピ増えましたからね。まあ3度目の正直ということで、あっさりしたうどん料理ができてほっとしてます。いやいやいや、ちょっと待ってね、はい、じゃあ、はいはい、味噌バターコーンうどんも明太カルボナーラも、見た目はね、こうバター入ってたりとかするかもしんないですけど、あっさりなんですよ。まあ、実はね、うん、そうなんですよね、明太カルボナーラの方も豆乳ベースですし、ね、そう、豆乳とめんつゆだしね。せっかくなんで、これ3つともぜひ皆さんお試しください、はい、ね、もう全、1個目2個目はやってくださってる方もいるの で、ね、これもやってみてください。これもこれお願いします、ね、うどんどんさんもきっとこれで満足してくれたんじゃないでしょうか。うんだといいですけどね、はい。みんなが大好きな一番のうどんやってよ。ちょっと待って、言ってよとか、うん、食べてよじゃなくて、やってよ。やってよって何。お前3本目にしてうどんギャグの集大成させんじゃねえよ。なんだよ、 うどんやってって。みんながこれ見て笑顔になる。うどんギャグの方がマシだよ、ギャグついてんだから。うどん作ってみろよ。うどんやってください。いや結局最後、うん、俺がやんのかよ。じゃあ全世界が平和になるうどんまで3、なんだよ全世界が、2、1。
どんどんどん、うどん、うどん食って。あの、それ私も考えました。やべえ。いやいや、俺三問目やるとき絶対もう暇と同じレベルはやばい。俺これ考えた。うわ恥ずかしい。俺ちょっと修行してくるわ。はい。俺修行してくる。またねー。ダメだ。修行だこれは。どんどんどん、うどん、うどん食って。よー。はい、ドドーン。やった、最後当たったよ。ドドーン。暇食堂。